川端です。よろしくお願いします。今回は因数分解パズルということですね。この赤い四角に当てはまる自然数をね、求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めてちょっと書き写してね、やってみると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、ではね、解説していきます。例えばね、今番号1234とつきましたけど、1番だったら x4 たす 6x たす四角が x たす四角、 x たす四角。あ、ちなみにこのね、赤い四角というのはね、同じ数字が当てはまるというわけではありませんよ。で、例えば4番だったら x4 たす赤い四角 x たす6イコールカッコ x たす四角カッコ x たす四角になるというわけなんですけれども、そうですね、例えばどっか一つに注目しましょう。まあ、4番に注目しましょうか。x を足す赤い四角 x 足す6イコール x 足す四角 x 足す四角。まあ、4番に注目した理由としてはですね、まあ、ここの部分が6ということなので、かけて6になるペアっていうのはね、決まってくるからですね。まあ、ここのね、足してなんとかっていうところが分かっても、例えば1足す5とか2足す3とか、ただマイナスも含めて考えると7-1とか8-2とかね、たくさん出てくるので、ね、ということで、まあ、ここのね、かけて定数になっているもの、まあ、しかもこうプラスプラスって分かってるから、もう限られてくるよねということが分かります。そうするとここに当てはまる数字なんですが、かけて6になる自然数のペアって 1×6 か、もしくは 2×3 以外ないですね。ここに1、6か2、3だ。でもし1、6だとしたら、ここなんとか x のところはここ 7x になりますね。1たす6で 7x で、ただ、ここで1番の縦で見ると x2 足す 6x 足す7になるわけですね。この緑丸1の式が。で、これ因数分解できるかって言ったら、これできませんよね。ちょっとかけて7で足して6になる2つの数ってね、綺麗な数ないですよね。なので、この16だとちょっと失敗するってことが分かります。じゃあ23かなと、まあ、もちろん32でもいいんですけども、23かなと。そうすると、これだったら x4 足す 5x 足す6で、ここは5になりますね。そうすると、丸1番の式は x4 足す 6x 足す5という形になりますよね。そしたら、これが因数分解できますね。かけて5足して6になる2つの数っていうのは1と5なので、カッコ x 足す1、カッコ x 足す5という具合になって、ここが1で、ここが5と。もちろん5、1でも構いません。はい。続いてですが、丸2番の式に注目しましょう。ここもかけて6なので、丸2の式というのは、x2 足す、ほにゃらら x 足す6イコール、カッコ x 足す四角、カッコ x 足す四角ですが、これも先ほど言ったようにですね、かけて6になるわけだから、こう1、6って入るか、ね。ここが2、3って入るか、どちらかになります。で、1、6だったらここ7になるわけですね。で、2、3だったら5になるわけですが、ちょっと2、3からいきましょうか。もしもここが2でここ3だとすると、ここが x2 足す 5x 足す6になるんですね。つまりここが5になります。と、3番の式が x2 足す 6x-5 を因数分解することになって、これはできないですね。かけてマイナス5足して6になる、ね、数っていうのはね、存在しません。自然数、整数、ここの部分ね、まあ、存在しないと。だからダメだということになります。なので、今、ここが、2、3が、ダメだということが分かったので、1、6が入るんじゃないかなというふうにして考えます。そうすると、ここが1、6だとします。そうすると、x2 プラス、これ1たす6で 7x ですね。ここ7になります。そしたら x2 たす 6x-7。丸3の式が x2 たす 6x-7 なので、かけて、マイナス7足して6になる。この2つの数は存在しますね。つまり、マイナス1たす7ですよね。そうすると、ここね、かけてマイナス7足して6ですね。なので、ここが1で、ここが7が入って、おしまいということになります。はい。ということでですね、因数分解パズルということで、大島学習塾さんからのね、問題ということで、山口県にある塾ということで、結構ね、面白いプリント作ってるなと思いました。
使わせていただきました。以上で解説終わります。では。